バグってる。お、できた。こんばんは。いつから始まってたの？バグってたんだが、こんばんは。いいよ。ギフトありがとうございます。遅くなりました。寝ていたので。でもびっくり。ハートソフトクリーム、ありがとうございます。びっくりする。メールもあれかも。え、メール、メール会話、メール1個しか送れてないかも。すんまへん。こんばんは。声が引く。今顔をテカテカにしてきました。テカテカすぎ。乾燥やわすぎて。顔をテカテカにしてきました。なので離れ目、遠くからやる。見えた、見えない。コメントが見えない。芋、芋ちゃんです。ガン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 。なんかね、香川と愛媛、香川、愛媛に移動してホテルに泊まったんですけど、結構もう12時ぐらいにホテル着いて、で泊まってって感じだったんやけど、前鳩同室で
お腹すいたかすいてないかはようわからんけど、まあ一旦コンビニに行こうって言って、コンビニに行ったらすごいカップ麺が魅力的に見えて普段買わんのに、絶対買わんのに、なんか分からんけど、もう品揃えもなかったから、夜やけ、そういうカップ麺系ぐらいしかちゃんとずらーって並んでなくてセブンに行ったから、蒙古タンメンが、ね、めっちゃ魅力的だったんですよ。そうだから、その日にそう蒙古タンメンを食べまして、前半も違うやつ豚骨ラーメンみたいな深夜に食べましてホテルメンバーといる時の特権みたいな感じないけど、その日からはかわからんけど、ずっとかもしれんけど、なんかむくんでる気がします。チーン、そんな影響をもたらすあれってあの蒙古タンメンってそんなに体に影響をもたらすわけ？あのうまいな、そんな、なんか塩ラーメンとかの方がやばそうじゃない？辛いやつってなんか燃えそうなのに、それが原因じゃないんかな。なんかずっとむくんでる気がします。目が開いてない、なんかなんかその次の日の愛媛の日から、なんかもうちょっと目開くない自分って思ってます。もうちょっと目開くくない？3分の2ぐらいしか空いてない感覚。むくみのせいで。その影響をもたらす系、知られてる。塩分量、6.2。6.2。普通どんぐらい？6.7。このカップ麺塩分 6.7？ え、塩分って 1.2 とかじゃない6.2。 それはえぐいって、あんま飲んで記憶ないけど、塩分量えぐい。だって何日経った？3日ぐらい経ったけど、多分残ってるもん、私のここら辺に
だよ、ね、マジでマジでやめよ、ガチやめよガチやよ、ガチで。焼きそば10、え、じゃあ塩ラーメンとかなったらどうなるわけ、別にそれは一緒なんかな、塩味なだけで塩分量は一緒なんかな、醤油、まあ醤油ラーメンは好きやないけん、まあいっかいくはないか、帰り申し込んだから会える、おお、それはとても楽しみです、まかわりおすすめやよ、初訪問ありがとうございますお梅ね、いつからむくみを覚えたんやろ、むくみとかも気にしたことなかったのに、いつからむくみを知ったんやろか、まあ、辛い、辛麺、辛いのが好きやけど、そうやね、塩ラーメン、塩か豚骨じゃない、塩か豚骨、醤油豚骨はいい、好きよ、シンプル醤油ラーメンは食べんかな、わかんねえ、わかん、あ、高菜、高菜とかも好き、高菜ラーメンってうまい、カップ焼きそばは食べんね、焼きそばは自分で作った方がうまくね、麺安いし、
たい焼きそば自分で作った方がうまい。何日後かに後悔する。いや今やん、今の自分やん、やめてくれ。3日後。マヤと一緒に食べた3日後です。3日間多分後悔してる自分。なんかむくんどる、ずっと顔がむくんどる。なんかプスで今公開中や。フォローしました、ありがとう。後悔、君は何を後悔するのか。蒙古タンメンを食べたことだ。配信もないし、そうって思って食べちゃいました。楽しかったけまあいいんやけど。まあ、アリカンキャンプ率多かった、嬉しい。使ってくれてますか、アリカンキャップ愛用してる。レビューしました、ありがとう。毎日使ってる、嬉しい。うれぽよです。嬉しい。キャップライジン、キャップかぶっとるけどなんか焼けたい。多分挨拶って焼けたいよね。涙、多分私って焼けた。気をつけよう、気をつけよう。見えんやろ。白く見えんやろ今。フォローしました。
言えばありがとうございます。髪染めた？うん、そうよね。じゃん。でも分かるかな、なんかもう自分一周回ってなんかもう黒髪ってかそんなことはない、そんなことはないんやけど、そこまで変わったかない、見慣れたけんかな。もう初めて染めた次の日はえってなったけど、さすがに見慣れたけんかな。でもここら辺におったら 黒髪じゃない。そんなことはない。ネイルインスタで流れてきた。本当？可愛くない？ドゥ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 。もうそのとこね。もう保存してないんやけど、これ。これ。この投稿も保存しないけないんやけど、このサムネに設定しておけん見れる。これです。幕張6月の後半やっけ。22までには変えてるかもしれんね、また。6月の後半はっちゃけたい。つけたいことあるけん。22までには、いやでもな、分からん。分からんすぎ。アイスありがとうございます。うちの声、うちの声、うち香川かな、香川の昼公演の瀬戸内の声やばかったあいさ。間違いすぎ、さすがにえっってなって、自分でもちょっとここら辺一個後ろに息がおるんやけど、何してんって言われた。ほんまにやばかった、すいません。いつの日かまぶたを閉じながら、あ、踊るんやけど、なんでか分からん、こちらからは分からない。よかったよね。え、なんだ、ちょっともう記憶ないよ、アイさん。それ自分間違えたこと記憶消すタイプけん、もう記憶ないんやけど、多分えってなったの。いつの日かをね、踊るんやね。でも多分普通に熱唱しよった。踊ってなかった。
よね、あいつ。ってなったらどう見えてたんだ。怖すぎ。待って想像しただけでなんか震える。あいつだけ多分、ま、真正面向いとったんやない。何もしたらやばガチやばい。チラチラ横目でさ見えるやんとか思うやん。でも多分ほんまにね熱唱しようってなと思う。前だけを、ただひたすら前だけを見てやけんこう、あみんな手上がっとる、あやばいっていうのを気づかんかったよ。普通にすいませんでしたそんなことあるよね。確かになんか想像しただけで震える。震えるかも思い出すふるさとで、ここはやったな。あの懐かしい波音がはやったすいません。その昼公演のちょっとうちの声と香川の夜公演かなの一瞬のスリル間違えすぎてさすがにやばかったです。申し訳。それだけ愛ちゃん見てた。ひどい、それはひどいな。文字を間違えた時しか見てないそれにも気づかんぐらい心を込めて歌っていましたフフ一瞬のスリルはいつやったんけ。香川よね。一瞬のスリルはバレてない。え、ほんまに、ほんまに嬉しい、嬉しい、ダメないけど愛媛か、愛媛スリルやばかったよね花だれ公園と混ざるねん、いわき女花だれ16人バージョンとオリジナル6人の一瞬のスリル多少違うくてね。それを多分ね綺麗に全部間違えたと思う。ドゥン、うん、道に落として散らばった荷物を一緒に拾うのが、向く方向間違えて誰とも目合わんかったし何やったっけな。てん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 か、てん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 2個ダンスあるんやけど、それ交互になるんや。それが鼻だれの時はこうこっち上から行くんやけど、でも6人の時はあいさドゥンドゥンドゥン下の方をやらんといかないけど、多分それを間違えたそれを間違えた。初訪問ありがとうございます。おちゃめちゃんおちゃめちゃん、MC のネタにならんよMC のネタにならんよ。お怒られスタイル。
です。ギフトありがとうございます。次は広島山口4公演。全部で今週は4公演。頑張ります。よろしくお願いします。アイスありがとう。明日も朝が早いのでびっくりなぐらい。明日も朝が早いのでそろそろ終わりたいと思います。今来てくれた皆さんすいません、すみません。遅めに始めてしまいました。じゃーん、早起きしましょう。早起きしましょうってなわけ。ランキングを読みます。13位ポチ、12位ひらつぶさん、11位にじいろさん、10位ほしみつさん、9位ピンストライプさん、8位きもつんつん、7位ここわり大地き聖地、6位ひろたんたん、5位ひとりごとさん、4位きずなっくさん、3位そうちゃん、2位バンジャルさん、1位はドルルドルドルンけいせきさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまた明日お待ちしています。